21歳1月が誕生日で22になります。一応大学生をしてました。大学2年生の3月にホストを始めたんですけど、そこのタイミングで辞めたというか、同じぐらいのタイミングでホスト始めたっていう形です。特にないかもしれないですスポーツはバスケットボール、小学生からやってたんですけど、なんか全然上手じゃなかったです小4小5ぐらいから高2まで。本当に悔しいんですけど、なんかその身長もそんなに高くなくて、運動もめっちゃできるみたいなタイプじゃなかったですね。一応頑張ること自体は好きなんで、なんかそれこそバスケットボール選手目指してるわけじゃないけど、部活は結構本気で打ち込んだりとか、学校のテストとかはある程度ちゃんと点数は取りたかったんで、やるはやってたんですけど、ムードメーカーとかおふざけ役になることとかも多くて、結構なんかその喋ったりとかは、まあ、不得意ではないというか、まあ、得意な方だったかなとは思います。自分で中心にいるっていうとおかしいですけど、混ぜてもらえるというか、ポジションに置いてもらうことは多かったですね。大学に進学しようと思った理由は特に何もなくて、やりたいことを見つけるためとか、そういう時間にしたいなと思って、まあなんか高校卒業したら大学行くみたいなレールに乗ってって、そのまま進学したみたいな感じですね。大学時代はもうひどくて、全然授業とかも受けないで遊んじゃってたんで、何も考えてなかったですね。あ、もう本当にそんな感じのところに入っちゃいましたね。少人数とかだったらその居酒屋さんとかで軽く飲むみたいな、大人数とかだと夕方から朝までみたいな。これ本当にひどいんですけど、入って4月とかって新入生歓迎会みたいな、そのなんかいろんなサークルの人が新入生を入れるために、こうなんかどこどこ行こうよとか、ちょっと近くの公園で花見みたいなしたりとかで打ち解けてとかっていうのがあるんですけど、そこなんかその自分でヘアセットとかするのとか高校の時から得意で、今の髪型もそうなんですけど、外ハネとかがめっちゃ似合うなんか顔だから、チャラく見えるじゃないですか、やっぱりそういう髪型で行くと。飲み沢の先輩に声かけられて、切っちゃってたんですよね、すごい。で、俺めっちゃ飲めるって思ってて、その後居酒屋でまた飲み行くけど来るみたいな、行ってそこでも行きってめっちゃ飲んで、先輩の靴と服にめっちゃバゲロしましたね記憶なくて、そのバゲロした記憶もなくて、起きたらカラオケで気まずと思って入るしかない、ここのサークルにみたいななって入ったのが罠でしたね。大学1年間がひどすぎて、本当にこうずっと遊んでて、授業もまともに受けないで、サークルの人たちとホールみたいな学食みたいなところで、授業の時間になんかちょっとトランプゲームしたりみたいな、先輩たちに流されてずっと遊んで飲んでみたいな繰り返してたんで、でもまあその学校には行ってるんで親にはバレない。前期が終わった時に通知表みたいなのが家に届くじゃないですか。それが地獄で、僕そのテスト受けたことなくて、大学でレポートもう1回しか大学生活で出したことがなくて、前期の単位数何単位だったと思います？10は超えてるのかなって。はいはいはい、まあ、24単位ぐらい前期で取れるんで4なんですよ。大学には行ってたんで、お前何してんのみたいな、もう届いちゃったし、親に見られたから怒られるわけですよ。で、なんか怒られて、やっぱこうなんか僕なんかちょっと根が真面目な部分があって、でも大学の時はなんかそのサークルの人たちに流されて遊んじゃったみたいなのがあって、でも根が真面目なんで、なんかこっからは気持ちを切り替えて後期は頑張ろうって思ったんですね、親に何度も何度も諭されて。で、じゃあ後期頑張って授業受けようと思うわけじゃないですか。何単位取ったと思います？後期8は取ってますよ0なんですよ本当になんか遊んじゃったんすよね。悪かったですね、周りからのイメージと。もう本当にその友達たちみんな飲んだりとか、結構そのなんかあんま大学行かないような友達とかばっかりだったんで、飲んだり遊んだりしちゃってゼロだったんで、大学生活で取った単位は4。その4って何の教科だったの？これすごくて、1年生の前期の時って何曜日のここの時間はなんかクラスみたいなありませんでした？ありました。それとあとはそのパソコンの授業、そのレポート1回だけ提出したっていう話をさっきしたと思うんですけど、がそのパソコンの授業なんですよ。確かにそれは
あるかもしれないですね。なんかその授業とか受けに行っちゃったりとかすると、その間の楽しい出来事とか一緒に混ざれなかったりとかするじゃないですか。からもうそっちに流されて流されて、大学いいやってなっちゃってましたね。いやもう呆れてましたね多分バレてたんですよ。後期はもう本当に行ってないとか、授業をまともに受けてないことがバレてたんで、もうなんか呆れられましたね。お前もうみたいな、なんかちゃんと大学とかは行ったからには出てほしいタイプみたいな、行ったんだったら本当に卒業してほしいみたいな、絶対普通に授業もちゃんと受けてやってほしいみたいな、に対してスタートが悪すぎたんで、もう大学いいやって、なんかやっぱ初めが肝心みたいなってあるじゃないですか。スタートが悪すぎたんで、こっからもなんか構成できないなみたいな、もう別にそんな大学にも興味ないなってなっちゃってる自分がいて、辞めたい、行きなさい、間取って休学を勝ち取りましたね。1年間休学を、休学もしてるし大学も全然行ってないし、不安だなっていう気持ちと、結構なんか僕ポジティブで、まあでもなんとかなるだろうって思っちゃう人なんで、そこの半々みたいな感じでしたね。僕めっちゃウサギなんで、なんか人と一緒じゃないと行動できないんですよ。こんな一人って寂しいんだなとは思いましたね。母親と父親すぐに亡くなっちゃって、僕が生まれてすぐ4歳ぐらいで亡くなっちゃって、兄貴と自分ですね。父はもうほとんどすぐいなくなっちゃったんで、3人家族ですね。めっちゃ心苦しかったですね。だから余計友達の方に逃げちゃうみたいな、逆になんかその申し訳ないなって思いつつ、悲しそうな顔とかたまにしてくるのが嫌で、逆にそっちに逃げちゃうみたいなところはありましたね。なんか僕大学を1年間通って、2年生を休学してホスト始めたんで、この2年生のタイミングですかね、そのタイミングにこれから何しようかなっていうのを考えて、実家に住んでたんで、まあ、親に毎日毎日小言を言われるわけじゃないですか。やっぱり親がスーパーで働いてて、パートさんしてて、でそこのパートしてる時にホスト始めようと思って辞めて始めたっていう感じですね。ずっとこう半年間ぐらいは自堕落な生活を送ってて、2、3ヶ月間ぐらいちょっとやってホスト始めました。今しかホストできないなっていうのを思ったんで、偏見は全然なかったんですけど、かっこいいお仕事みたいな、自分磨かれるみたいな感じのイメージはありました。もともと何店舗か体験入店回ろうと思ってたんですけど、一番最初やっぱこうなんか偏見とかはなくても、ちょっとこう身が締まるじゃないですか、ホストクラブに行くっていうのが。高校の時の、ま、お友達がアルファでもともと働いてて、もういないキャストなんですけど、せっかくだったらそこ一番最初体験入店行かせてもらおうかなっていうので、こうアポ取ってもらって行ったっていう形ですね。何店舗か本当に見てから決めようと思ってたんですけど、なんかその体験入店の時に終わり際にお友達と、あとあのアヤとナイキンっていうナイキンさんがいるんですけど、今しかないよみたいな、僕結構なんかどこでもいいなと思ってたんで、けど何店舗か見てから決めた方がいいかなとは思ってたんですけど、もうそんな押されたらもうじゃあ行くかみたいな感じで決めましたね。最初は埼玉県の実家からこう通いで歌舞伎町に来て、始発とかその帰るタイミングになったら電車で帰るみたいな生活だったんですけど、僕あのなんか埼玉県が東京の埼玉県って上にあるじゃないですか。気づいたら昼に神奈川にいたこととかあるんですよ。結構まあ飲みサーとかでも飲んでたんですけど、やっぱこう飲み方がちょっとまた夜食っていうこともあって、すごい全然違うなっていうのは、なんかその入りたての頃とか痛感させられましたね。僕ヘルプですかね、ヘルプすごい下手だったんで、なんか飲みサーとかで友達とかとワイワイはしゃいで飲むのとは、こうなんかヘルプでのトークの内容とかってすごいなんかこうかしこまっちゃって、すごいなんかトークめちゃめちゃ難しかったですね。入って半年とかですかね、売り上げ上がってきて、なんかこう自分になんかそのホストとして自信がつくじゃないですけどってなってからは、ヘルプもある程度こう上手にというか、女の子を笑わせたりとかできるようになったかなっていう感じです。陰キャが頑張ってるじゃないけど、イキリ大学生だったんだろうなっていう感じは、どうせやめるんだろうな騒がしいだけのくたくそなやつが来たなって、大成長しちゃって天狗になっちゃって